食べ過ぎたのおやつでした。バナナが切れてます、まだ売れてないですね。まだ淡いです。この蜜があってもうちょっとバナナを買ってませんので、ここ2、3日は、バナナなしでしょうがないですね。はい、じゃあお祈りいたします。天の神様、このおやつを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほどこちらもすごい雨でしたね。はい、もう8時は8時ですね。ちょっと仕事終わりに、ちょっと薬局で、これ見せたらダメかな。はい、この痛み止めを買って、歯の治療がなかなか、仕事と予約がなかなか難しいですけど、今日はお菓子ですね。いただき物のお菓子を、はい、感謝します。歯が甘いのに歯が痛いっていうのも、はい、感謝いたします。はい、甘くて美味しいですね。はい、はい、でも8時ですもんね。10時からゆんたくだいぶね、もう焦っています。なかなか段取りが、26度と50度ですね。あ、昨日は本当に外帰りした時の、宮平ホテルでの石崎ひろゆきさんのライブを、YouTube で、YouTube のあれを YouTube 流したらクレームが来ましたですね。著作権の問題、多分その歌がかな。成果は、ずっと成果はYouTube で流してますけど、そういうことはありませんでしたけど、久しぶりに、著作権でもう排除し、削除しました。もう昨日のまあ人の勝手の歌を流したらいかないですね。改めてそれは昨日はもうあれですね、そこまで注意散漫やったですね。あ、失敗しましたですね。はい、そうですね、今後いい勉強になりました。人の無料ならいいですけど、勝手に人の歌を、ね、流すと著作権に引っかかりますね。それでクレームが来てもう削除しました。はい、そうですね、この歌は歌の作詞作曲ね、歌う方の権利がですので、一人のユーチューバーさんのそういうユンタクライブに使われたらクレームが来ますよね、当然。もう削除すべき削除しました。早速確認して秒速で削除しました。前は5年だけど、2年ぐらいかな、5、6本ぐらいクレームがついて、いろいろと横に CD を置いて、 CD のカセットで流して録音してましたけど、著作権にかかるのはみんなクレームが来ましたので、あれはだいぶ経ってからですね、削除しました。今回も秒速で、昨日の今日ですね。まあ、完全に甘かったというか、そこまで注意が、自分が撮った YouTube を見せる感じで、でもその歌ですね、歌を
見せるのは朝食会の問題ですね。はい、あれは歌を取った、その時は朝食会にかからなかったんですけど、今回は完全に見せてますので、いろいろな YouTube さんの判断でアウトでした。はい、もう一つ勉強しました。こんな感じで8時ですので、風呂入って10時ですね、スタート。もうちょっと、巻いてます。はい、巻いてるしか時間調子迫ってますね。巻いてますっていうのはね、何のあれですかね、用語ですかね。はい、マサトです。はい、マサトの食べ過ぎたおやつの時間でした。マサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。次回の、食べ過ぎだな、また聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いします。次回の食べ過ぎだなおやつで、お会いいたしましょう。マスターでした。仕上げです。パーソンプロジュー。シャロム、シャロム、シャロム。